私は無難な朝の過ごし方をしていないと思います。家出る時間の1時間半前に起きます。で、で携帯ゲームやって、そのアプリでゲームをやって、着替えて顔洗って歯磨きして出発する。そうです、アプリをだから結構本当30分から40分ぐらいずっとやって、1時間弱で準備してっていう感じなので、もう今までこうなんだろうな、普通だと思ってたんですけど、結構いろんな人に最近突っ込まれるので、無難な朝の過ごし方をしようかなと。こう時間がある時はいいですけど、どれだけ忙しくてもそういった過ごし方をしてるので、ちょっともうちょっと寝たらお肌のコンディションが変わるかもしれないし、もうちょっとそうですね、睡眠取るようにしたいなと思います。